5月28日、愛媛大学農学部で森林環境管理学リカレントプログラムの開講式が開かれました。開講式には今年度入校した各自治体の森林管理担当者ら7人が出席し、愛媛大学農学部森林環境管理学サブコース長の山田洋蔵教授が、専門知識を身につけ森林や林業の人材育成に努めたいと挨拶をしました。リカレントプログラムは基礎教育を終えた社会人を対象とした特別講座で、愛媛大学農学部では担い手不足が深刻化する林業の人材を育成しようと、今年度から学部内に新たにこのプログラムを開講しました。プログラムでは森林管理に関連する27の授業科目が組み込まれ、それぞれ第一線で活躍する実務者や有識者が講師を務めるということです。特に市町の職員、あるいは新たな森林管理システムに関わられる、森林組合の職員さん等が多く受けられます。そこで、新たな森林管理システムがの指導監督ができるようなですね、基礎的な知識を学んでいただいて、幅広く、実務に応用していただければと考えております。プログラムの修了者には森林経営管理エキスパートの名称が授与されるということで、将来の森林業を担う新たな人材の育成が期待されます。